ごーなんか、あ、これかリバーサファリ、イエーイ、かわいいね。かわいい、あー、かわいい、シリキンプンドゥみたい。確かにちょっと似てる。シリキンプンドゥかい、シリキンプンドゥの目が、あっちゃこっちゃいけるもんね、今ね。確かに。でもノープランの方が楽しいもんね。うん、楽しい、ね、あれなんか鳥のエリア、鳥エリア、わー、いるじゃん、撮りたい撮りたい、ミキはまだか、持ってきたぞ、ほら、いるか、欲しいか欲しいか、これが、あー、いっちゃった風圧すごかった、今、あー、あー、すごい、すごい、いっぱいいる、お前、こんちゃんにいるよ、切りてー、おー、来たおー、すごい、鳥近いじゃん、あー、こっちゃい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 、くすぐったい、くすぐったい、あー、いてててあら、いいね、うわ、めっちゃうんこかけられてる、これ、カバ、見て、ほらかけられた、うんこ、うんこ吹いてる、うんこ吹いてるじゃん、うんこ吹いてるぞ、こいつ、 JP がうんこ吹いてます、あー、うんこ、あー、見てないで、モザイクかけるの大変なんだからにっこりひまわりの種いいよ、あー、確かに、なんかひまわりの種系が結構、お、来たー、おー、すごい、ひまわり人気、ひまわり人気、おわー、かわいい、あー、逃げた逃げた、かわいい、乗ってる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 、シャッター押してカメラついてる、ジカ、ジカはやばい、うわ、うるさ、うるさ、めっちゃうるさかった今、うるさい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 、いらない、おー、もう一匹、すごい、わぁ、取り使い、取り使い、来い来い、お、いた、来た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 、めっちゃ食べてる、あー、乗った、あー、いいよ、食べてる食べてる、ゾウさん襲われてる、重たいそろそろ重たくなってきた、はい、こうやってやっても怒られる、ほらめっちゃ怒られるんだよこれなんでそんな俺のデコルテ好きなのもうさ、帰れないんじゃないの、帰れない意外と、おー、飛び出してくれた、こいつら帰んないわ、パンは全然持って帰るか、持って帰ろう、持って帰るか帰るってよ、帰るってよ、キャメルフィーディングってなんだろう、あ、餌あげるのか、でかいね、こうやって見たら、かわいい、かわいいの、かわいい、かわいい、この顔、まつげマジな、ね、超綺麗、 あ見たそうでしょって言ってるちょっと嬉しそうにしてんじゃないよ、褒められて、ね、歩き方結構セクシーだね、モデルみたい、あー、やばい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 、あー、みんなそうですね、あこの子はずっと歩き回りふっふって口してる、見どころいっぱいありすぎて、本当に気づいたら時間経ってたわ、もう絶対昼過ぎにはさ元気なくなるんだけど、うん、いつも、あ、うん、もう体力的にね、そう、いろいろありすぎて、うん、結構日陰ばっかだしね、うん、過ごしやすい、それが過ごしやすいわ、めっちゃ綺麗、日本庭園してる、この絵めっちゃ綺麗、すごい綺麗、すごい、あ、このここすごい、すごい、真っ赤っか、いい写真、いい写真、もういい写真、あ、すげー、すごい、すごい綺麗、わあ、わあ、でかー、でけー、寝てるー、
おしっこしてる。え、嘘、誰誰、おしっこおしっこ、おしっこ誰。あー、おしっこ終わっちゃったの。おー、すんごい勢いでおしっこすんね。フラッシュしてた。噴射してたよ。いいね。かわいい。いいね。いいね。何が？何に？何の？すごい、かわいい。なんかいいよね。ちゃんと色がさ、お洋服着てるみたいでね。バックかな、わかんないけど。マライアンタップ。いや。わかんない。わかんない。アトラクションの一環みたいになってる。パレード始まった、パレード。てんてれれんてんてんてれてれてれ。かわいい。かわいい。耳もふもふだ。もちろん。おー。バックトゥザフューチャーの博士みたい。キリン制限時間3分です。3分でキリンを。あの200頭ぐらいらしいからね。キリン。いっぱいいる。すげえ。近すごーい。あ、いいよー。あ、いいよー。もうちょっとやって、もうちょっとやって、もうちょっとやって、二人。二人、二人もうちょっとやって。あ、いいよ。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いいね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 。うわあ。怖っ。怖っ。気をつけて、気をつけて。あー、怖いよ。指が壊れちゃうよ。怖い、怖い、怖い、怖い。キリンってこんなでかいんだ。夢の共演すごい。あーすごいすごい。あー壊れる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 。おすごいすごい。首の長さいっぱいの撮れたわ。ということで2本の動画にわたってサファリワールドの魅力をお届けしました。全部載せると動画がとんでもない長さになるからカットした部分もあるんだけど、紹介しきれないくらい本当にたくさんの動物、珍しい動物がいて、しかも一つ一つの距離が近いからここでしか味わえない特別な時間を体験できると思います。それからこの場所は実はタイドラマ F4 のロケ地、ダブルデートのシーンで使われた場所で、ブライト君が食べていたものと同じシマウマソフトも食べられちゃいます。そんな素敵なサファリワールドに行ってみたいという人のために、その詳細をサファリパークの映像とともにお届けします。まずアクセスはタクシーがおすすめ。電車やバスなどは走っていないので、グラブでタクシーを呼ぶのがおすすめです。高速代含めてだいたい500バーツ前後、1時間弱ぐらいで到着します。複数人で行けばそんなに高くないね。帰りもサファリワールドにタクシーがいっぱい待機しているので困ることもありません。チケットなんだけど、お値段なんとびっくり大人1500バーツ。タイ人の方やタイで働いている方は680バーツなんだけど、外国人料金は高い。ただグルックというサイトから予約すると約半額の850バーツで入場できます。さらにここから500円引きになる初回限定コードも概要欄に貼ってあります。事前にチケットを買ってお得に楽しんでね。そしてこのサファリワールド、サファリパークとマリンパーク2つのエリアに分かれていて、チケットも別々なんだけど、マリンパークだけでいいと思う。なんでかっていうと、ここまで動画内で紹介したのは全てマリンワールドです。マリンワールドだけでも1日じゃ楽しみきれないくらいのボリュームで、今動画で流れているのがサファリパークの映像なんだけど、バスで園内を一周するアトラクションです。ただバスだと高さがあるからちょっと動物との距離が遠く感じるんだよね。それならマリンワールドを思いっきり楽しんだ方がいいんじゃないかなって個人的には思います。だからサファリパークに行くのであれば自家用車で行くか、もしくは檻の中に入ったままサファリワールドを回れるものがあるので、ちょっと高いんだけど、それは動物との距離がすごく近いので楽しめると思います。営業時間は朝9時から17時まで。たくさんの動物のショーがあるんだけど、1日1回しか行われていなかったり、10時くらいから始まるものもあるので、あらかじめ見たいショーを確認しておくといいと思います。公式サイトにその日のショーの時間が載ってあるので、こちらも概要欄からチェックしてみてください。いろんな動物たちと触れ合えて思い出が作れるバンコクのサファリワールド、ぜひ行ってみてね。ということで一通り回ってきました。イエーイ。一日じゃ回りきれなかった。回りきれなかった。めっちゃ広かった。一個一個見どころがありすぎて、気づいたら時間経ってるみたいな。本当に吸い込まれてっちゃう、ね、吸い込まれてっちゃう。目的地行こうと思ったら、ああなんかなんだろうこれなんだろうみたいな。紐気がついたら5時とかでしょ。うまいね、ここね。想像以上に楽しめました。しかもね、ショーも見れてないのがいっぱいあるからね。そう、まだ写真撮ってない動物たちもいっぱいいたから。いっぱいいます。
動画以外にもおすすめスポットがあるので、よかったらぜひ自分の目で確かめてもらえると嬉しいです。ここまで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。僕のチャンネルではこういう感じでバンコク中心のおすすめのスポット、ご飯、いろいろ紹介しています。よかったら他の動画もチェックしてください。そして今日一緒に撮影したママンツインズのお二人のチャンネルも概要欄に貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。お願いします。ここまで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンで応援よろしくお願いします。トップンティラブチョンチョンチームナイテスタイパーゴンライトサブスプライドやなか、またね、バイ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 。